はい、今日はね、総社市にある、焼肉太鼓さんにね、お邪魔しようかなと思います。結構ね、有名な人気高いお店ということでね、今日は、お邪魔させていただきます。どうしようかな。はい、どうしようかな。美味しそうなタレですね。特製タレ。いいね。ちょっとホルモンもね、行きたいですね。名物の辛豚。うわ、美味しそう。
まっ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。うわ、美味しそう。この食テロがね、うん、多分タレが、このタレが多分いいんだろうね。肉も、全部いきますか。あ、そうだね。はい、OK。というわけで今日はね、太鼓さんにお邪魔させていただきましたね、はい、僕初めてだったんですよ。で、まあ美味しいというね話を、いろんな人から聞いて、じゃあどうなんだと思ってたら本当にタレがね、良かったですね。ニンニクのね、ニンニクとネギが効いてあって、そうネギがアクセントになってね。そうで、なんだろうな、なんかもっと高いんかなと思ったら結構リーズナブルで、美味しいお肉とかもうなんか個人的には結構好きな。そうですね、あと店員さんがすごい至り尽くせりじゃないですけどね、本当もそう対応がすごい早くて、なんかお水ちょっとなくなっただけでもすぐ来て、ああそうですね、そうですね、本当に。でも結構ね、僕は結構好きやね、ここ大満足、うん、というわけで、まあいろいろ好みあると思いますけど、まだぜひ行ってみてください。結構ねがっつり行けましたね、本当にね。僕大人2人でもやっぱりもう今日お腹いっぱいになっちゃうぐらい。普通の焼肉だったら、うん、だいたいあれぐらいでまあ足りんか物足りんなぐらいなんですけど、うん、お腹いっぱいね、お腹いっぱいですね、本当に。ごちそうさまでした。ありがとうございました。また行きます。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。